M4 カスタムはこんな感じですね。結構有名なカスタムにサイト載っけてるような感じ。やっぱ M4 のサイトはイオテックが一番似合いますね。このリスはまずいな。あの奥と右の洞窟の奥にいるんで、この遮蔽物使って洞窟の敵をまずやるか。光ったハイアラートで出てこないんで、奥の方いた、一人やっていく。で洞窟の方、待てよ、いなくなってるな。光ったね。このマップと M4 はめっちゃ相性がいい。基本 SMG しか使わないんだけど、最近は SMG でこのマップだとなかなかきつくて。おっと危ない。まあ、CX9 だったらありかな。あの SMG 本当強いんだよな。デッサ使って移動しましょう。奥から左入って、ん、いる後ろ。おっと、立ち回りを間違えた。あそこすぐ湧くからな。さっきのあの青い扉のとこは結構決め打ちされやすいんだよね。でここを湧いたらこの辺でとどまっておくのがいいですね。さっきあの自分が湧いたリスから続々と敵が出てくるんで、でこの位置だと湧くんですよ全然。で多分出てくるであろう敵をやっていく。お、出てきた、まさかの。M4 だったらこっから家の中も見るじゃん、狙える。ヘッドショット、ん、右から音行こうか。ヘッドショット、あ、中距離強いね。後から撃っても勝てる。いる、しようと。おとなしいな、随分と静かだね。あ、巡航ミサイル撃ってる。このマップは巡航ミサイルが腐りやすい。でも1キルしてる。移動するか、あまりにもいないな。もう上、いた。お、何をやってる。ああ右か、間に合わなかったな。そこにいたか。いや CX9 がちょっと多い気がするな、まあ、強いからな。あの銃めちゃくちゃ強いんだよね CX9。 もう至近距離だったらさすがに MP5 だけど。あ、後打ち、音が聞こえなかった。
構えた方が勝つ。奥いいね、当ててこなかったな一発も。スタン、あ、当たってない打ち漏らした。危ない、なんか直感がね働いた。フリーフォワードはやっぱ直感大事だよ。いたいた、なんかなんとなくね、なんとなくいいんじゃないかなと思ったら絶対そこに敵がいるんだよ。うん、漏らしたな。クロスファイヤー、ケアパッケージをフリーフォワードで使う。もうフリーフォワードはもうほぼほぼこの装備が最適解なんじゃないかな。まあ銃はね置いといて、キルストリークよりはスペシャリストの方が絶対にいい。お、今回のミサイル外してるね。キルログが出なかった。いや、後ろ追ってくるかな。一応後ろも見るけど、あ、戦闘が起きた。うやむやな感じになったな。登っとこう。ここ強いんだよね、本当に。4方向見なきゃいけないけど。あ、いたいたいた。走ってる。裏から回った。さあ上にいる方が圧倒的有利。これは見せつけてよ。いた、多分あっち洞窟の中だよな。洞窟の中からスターンを投げてる。危なっ、追ってこない。めっちゃ警戒してるでしょ。超警戒してるでしょ。右行ったな。こっちかな。で、スタンさせて、上がってこないから。右かな？もしかして右かもしれないけど、音が聞こえない。こっちか。いない。いないですね。うん。ちょっと安全に端から行きましょう。フリーフォアオールで安全を通る方法は必ず端に、端沿いに歩くこと。なんか端の壁に沿って歩けば基本的には安全なんで、まあ、今みたいに横切ったりするときに殺されます。奥の敵狙うかどうかだな。残り4キル、レッサー使って左。あ、奥にいたね。しゃがんでスライディング打ち。これちょっと無理やりな気するけど結構決まるな。ラスに1人。あ、負けるか。覗いてましたね、あれは。戦車がうろうろしている。上、よし。あ、いるな、あそこ。ちょっと待ってよ、しゃがんどこ。いた。頭抜いてく。よし。いいですね。M4 をね、強いかってやれたら微妙だけど。フリーフォアオールだと全然使えるな。おー、ゴーストの頭をガッツし抜きました。GG。